この動画は書道団体書風の垣根を越えて初心者から楽しめる書道放送を目指してお送りいたします。書道の話のコーナー。知らない方、書道をずっとやってる人は、うん、なぜかですね、うん、明治からの書道史は知ってるんだけども、うん、それまで、平安時代後半ぐらいからバコッと抜けてるんですね、ざっくりというと。だからこの江戸の文字、いわゆる当時でいうとね、識字率が非常に日本は高かったと言われますけど、その識字を支えたこのお家流というので、お家流というのが普及し始めたのは大体どれぐらいからな。そうもね、あんまよくわからないんですけど、形が整ってくるのが江戸時代中期以降なんですね、はい、中期以降、うん、だから例えば寛永とかね、漢文とかね、うんまあ、つまり17世紀の字っていうのは、まあ、古い字っていうのは古いなっていうのは年号が分かってなくても大体字体で分かるんですよ、はい、それは研究者の中では近世初期の崩し字っていうのはなんとなく分かる、うんうんうん、ちょっと言葉で表現できないんですけど、うんうん、きちっとなってくるのはやっぱり元禄享保以降、はあはあ、字がなんていうかな、整ってくるっていうのかな、整ってくるっていう言い方が変なのかもしれないけど、でも結局、うん、我々はそうなんですけど、書きこなれてくるというか時代を追うごとに、うん、でそれであいつのデザインがいいぞとなると、うん、まあ普通いいものは広がるんですね、うんうん、その頃っていうのはそんなにメディアが発達してないので、うんうん、だからさっき言ったように往来物っていう風な言葉が出ましたけど、うん、あれって手紙なんですよね、うん、往来するの往来なんで、うんうん、人の書いた手紙これいいぞとなったらそれをこう人に回し読む、うんはい、それが徐々に時代を今の時代よりははるかに遅いですよ。ツイッターでリツイートしてから拡散されるみたいなことはないので、すごく時間がかかりますけど、こう徐々に広がっていって、その中で淘汰されてこなれていくと、そのうちまあ書き手と読み手を意識し始めたりとかして、うんまあ、広がっていくのかなと思ってはいるんですけどね、お家流、うん、私が調べてもやっぱり室町ぐらいからお家流という名前があったとか、松蓮流っていう流派がね、そうそうですね、はい、元になったとかっていう話があるんですけど、はい、でもね、お家流がね、いろんな階層に、そしていろんな地域に、うん、普及した、うん、そういうその、まあ、結果は分かるんだけど、うん、そのプロセスについては分かってないことが実は多いんで、うん、これ結構ね、進化の過程に似てるんですよ。突然生まれてくるんですよ、ボンとなんか。だけど結局明治維新をまたいで字がこう崩れてくるので、うんうんはい、まあ、おそらくその支配の関係、まあ、つまり、はい、殿様に願い書きを出すときに、うん、お家流以外の字を書いたら跳ねられるんですよね、はいはいはい、だから唐用と言いますけれども、まあ、中国式ですね、中国式の不必要な崩し字というのは書くなっていうふうに、まあ、うん、言うんですよね。それはちゃんと江戸時代の資料に残ってるんですけども、はいはいまあ、そういうその領主支配がいわゆるそのお家流というものを、まあ、言い方悪いですけど押し付けるというか、まあそうですね、政治的にこうプレッシャーかけてっていうところから、うんうん、まあ、広まっていったことは分かるんだけども、うん、ただそれがどういうふうにこう広まっていったのかということのプロセスについては、まあ、よく分かってないんですけど、うん、まあ一つやっぱり出版文化ということを考えないとダメなんでしょうね、うん、出版が広まっていて、はい、要するに先ほど言った往来物が、うん、広まってくる時期っていうんですかね、はい、そういうのもちょっと考えてみる。今出版というのは木版になりますか。木版、はいはいはい、要は木を削るんですよ。そういうことですね、はいはい、でコメントで相撲とか歌舞伎とかわけわからん習字ですね、昔の人は読めたんですか。はい、まあそんな読めない字かな。あ、でもあれはほらちょっとこうなんかアレンジしたような字ですからね。そうですね、うん、皆さん相撲とか歌舞伎とかは実はこのお家流の一派だから、ちょっといや、どうなのか分からない、それは知らない。あ、でもそうでしょ、官邸流はお家流の書家が書いたんですよ。あれはお家流と言うとは言えないけど、お家流の書家が書いたから、うん、なんか官邸流って言うんですけどね、歌舞伎文字、相撲文字は相撲文字って言いますけど、僕もそこまでまだ調べてないですけど、ちょっと僕はそういうのは分からないですね。歌舞伎文字っていうのは、一応お家流の書家が書いたと言われてますね、はい、だから歌舞伎が残ってるから
鑑定流が残ってるんじゃないかと、歌舞伎なくなってたら多分あれなくなったんじゃないかなと思いますけどね。で、ごめんなさい、公式記録もなのっていうのはちょっとな何かよくわかんないですが、大正屋さんっていう落語もあるんですか。お家流フォントを作りましょうという話が、もうこれ私がフォントを持ってるから言ってるのかもしれませんけど、お家流はフォントにならないですよね。なるんですか、ね、お家流はだから崩し字だから、字と字が続いていかなければいけないので、うん、フォントにするのはちょっと難しいかもしれません ね、 ね、うん、これが実はあれなんですよね。おそらくあの明治以降で楷書というものがクローズアップされたのは、逆に言えば活字文化というものが出てきたから楷書というのは便利だねということになったんではない、どっちが先か分かんないですけど、字と字が切れますからね。そう、字と字が切れる、これはね、それはフォントのイメージですよね。そう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 、うん、それがなかなか崩し字ではできないんじゃないかなって感じがしますけどね。そうなんですよね、毎回同じ崩しじゃないんですよね、うんうんうん、なので今みたいに単体で書くようになったのはおそらく印刷物活字の流れ、まあ、新聞とかもそうなんですけど、文字を単体に書くっていう流れから生まれたもんじゃないかなというふうには思いますけどね。あとやっぱり崩し字だと字がね大きくなったり小さくなったりするでしょ、うんうんね、だからそういうのが、だから今の人は字を同じ大きさでどれも書くけれども、うん、崩し字はそんなことないので、はいはい、そこら辺もフォントにしたときどうかなという感じがしますね、うんうん、まあ、コメントで縦から横に書くようになったとかいうコメントもありますが、それはどうなんですか、うん、縦書きから横書きになったことも原因じゃないの。縦が、あーそれ、うん、確かに横書きでも結構後でしょ、横書きは、うん、よくほらなんだ、カモイにかかってる横に書くやつありますね、はいはいはい、あれも縦書きなんですよね一字で終わってる縦書き、はいはいはい、はい、右から左に書いてあるけれども、あれは縦書きなんですね、一文字で終わるでしょ、はいはいはい、うん、要は一文字を縦に並べてるんだ、そう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 、はは、そういう発想ね、僕は思うんだけどね、あ 僕は思うんですか、僕は思う、僕は思う、今僕は思うだから、僕は思う、かっこ自称です、はい、はい、あと、うん、右から書くのと左から書くのはどこから線引きできる。多分それは線引きどこからで時代ってこと。なんだろうこれ。いやなんかね研究してる人がいるんだけどよく分かんない。ああはいはいはい。文字をね、うん、左が書くっていうのはある、ね。まあ、明らかにほら我々みたいにさ左から書くのはほらヨーロッパの方の影響だと思うんだけども、うんうん、それが、まあ、いつから具体的にどうなったかっていうね、確か研究してる人いるんだけども、うんうん、まあいるでしょうね。僕はあんまり詳しくないですけどね。ということで、うん、誰かあったら教えてください。うん、まあ、そういうのもね、うん、あったら、まあ、疑問に思うので気が向いたら調べるとか、うんうん、はい、なんかあったら、はい、私たちも見ていきたいなと思いますけどね、はいはい、まあこのお家流で何かこう、うん、面白いエピソードとかなんかあるんですか。お家流で面白いエピソードはパッと思いつかないので、じゃあ、はい、今日持ってきたから、うん、お家流、実はお家流まだ1個しか見せてないですからね、遠山の金さんしか見せてない。そうですね、実は結構持ってきてる。私の持ち物で個人所有物、個人所有物ですね、はい、お家流の例として例えば、はい、あこれはいかんな、これあれなんですよ、私が教材用で、いろいろ持ってるもので、まあ、そんな大したものではないんですけど、じゃあこの手元カメラでね、はい、こういう感じですね。なかなかこれはね長野県の村の古文書なんですけど、ちょっと待ってね、いいですか、どうやって見せればいいの、ね、ここで見せられます、うんうん、すごいね、これね、よいしょ、どん、ちょっと、はい、ちょっと失礼します、あ、すいません、汚い入れ物で横の方に縦でいいよね、縦で、はい、こういう風になってます、はい、はい、はい、これはかなり上手ですね。はい。あ、これ横か。これは。これは長野県の名簿かな？長野県の村に残ってたもので、はい、私が買い求めたものなんですが。これちなみにね、こういうの買い求めたって聞くとですね、いくらで買ったんですかっていう話が必ず出るんでね。いや、ちょっと覚えてないですね。はい。これ見るとね、この紙、我々は書をやってる人は紙結構重要なんですけど、はい、この頃の紙って、ね、構造、なんですね、書紙ですね、ね、はい、ちょっと白くはないですか、はい、
で、それ、うん、ピクってないですね、うん、で、あとこの折り目がですね、はい、こう下になってますね、こう、そうそうそう、こ、ここね、うん、これ折り目、はい、はい、これは普通の、これ横丁って言いますが、横丁の仕立て方で、これが逆になるのが高田町です。それ武州木土地と言います。山が上になるんですね。今何を言ったんですか。え、山が上、どれのことですか。だから帳面を仕立てるときに、はい、こういうふうに山が下になる。ああ、ごめんなさいごめんなさい。ここね、ここ見せてあげないと。こういう折り目がこっちは開いてて、上になってる、ね、こっちはこう閉じてる、ね。そうですそうですそうです。そういうのが普通の閉じ方 でそれが逆になるのが武州儀の時、不幸殿、不幸の、ね、はい、だ上が開くのが通常ね、うんうん、そうですそうです、あるんですね、はい、でこれは長野県のある村 の村入用帳ですね、つまり村でかかった臨時出費を村の人たちで、うん、割っていく、負担を割っていくという、うん、でその項目がずっと一言に書いてあるということですね、はい、金額はどこに書いてあるんですか。金額はこの辺り、ここら辺に、ここ、はい、何を書いてるかさっぱり分かりませんけどね、うん、金三部とか書いてありますね、金三部三種と、銭と、まあ、銭と金で分けて書いてますね、はい、もっと丁寧に扱って見ていてドキドキするそうですね、これこういうの意外とまだ残ってるんですか。はい、古本屋に行くと売られていたりすることがありますね。これ木、これえ、これ木のこ台って書いてあるね。何ですか、木のこ台。わからないな、まあ、キノコでいいと思いますよ。やってますよね。はいはい、キノコ台って何なんですかね。はいはい、謎だ、キノコ台、うんうん、村の文化財じゃないですかみたいに言われて、ね、そうですね、文化財ですよね、うん、先生、これ手で触ってるんですか。はい、なんかこの中に何かこう面白何かがあるとか、まあ要するに例えば人の名前なんかはどうだろうな、なんとなく読めるんじゃないかな皆さんでも。例えばね、この人の名前覚えって書いてるんです最初は。どこですか。最初ここ覚え、これが覚え。これ覚え、覚え、はいはいはい。うん、あ、言われてもわかるかな。覚えて源七さんって書いてる、ね。源七さん、はい。うんうん、こういう人の名前が。これは源七さんのページですか。そうです、源七さんの負担分ですね。ちょっと見えにくい、もっと上にした方がいい。源七さんの負担分が、うん、これがこうお金、うん、上そうですか。項目ごとにずっと書いてある。これ上がお金ですか。そうです、ね、で下になんか物品名なんですね、何々代、そうです、そうです、そうです。へー、これ見てわかるように皆さん会社じゃないんですよね。そうですね、ね、そうです、そうです。これね、うん、本当にもうさっきキノコ代が何なのか僕も気になるんですけどね、うんね、うん、キノコなんかあったんですね、きっとね、うんうん、これ平次さん、平次さんですね、平次さん、うん、これ平次さん、平次さんらしいです、はいはい、でこれも覚えですね、覚え、はい、だからこういうだから村の臨時出費をみんなで割っていくわけですね。ははは。でそれでお金の計算の仕方がおかしいじゃないかとかって言ってよく騒動になるんですね。教科書にもよく載ってる村方騒動ってやつですね。だから結局そのみんな文字が読み書きできるわけです。で、数字の計算もできるわけです。はいはいはい、それは疑問に思うわけですよ、はい、村の人がおかしいぞと、うん、俺負担多いじゃないかと。で、うんうん、でそれを管理している人は村の、リーダーですね、はいはい、村長さん、はい、江戸時代では名主庄屋というふうに言いますけれども、うんうんうん、だから名主庄屋さんっていうのは非常にまあ人から文句をつけられないぐらいにちゃんとしっかり帳簿をつける能力が必要とされるわけですね。だから村役人、さっき言った名主庄屋たちの、まあ筆記能力というか計算能力というかそういったのは非常にまあ高いわけですね。だからそういう階層からいろんな知識人が出てきて、例えば伊能忠敬なんかは佐原の町の名主の家の出身ですよね。はいはい、だからああいう細かい作業をずっとやり続けるようなね、役人の家からこうそういう人が出てくるという非常に、まあ、あれどうやって金あったんですかね、伊能さんとかね、ぐるぐる回られて、どうやって金はどうしたんですかね。あれはちゃんと幕府の公用で
行きますので、あの命令が出るんですよ。あの胃の測量隊が来るから、うん、ちゃんと接待するようにっていうことで、あの命令が行くんですね。で御用というあの旗も立てて、行くので、紫崎で、まあいろんなこと、あの協力するわけですね。いいこともあったんですね、きっとね、いろいろとね。なんか横領とかあったのかとかね。あ、横領大番頭3まで、うん、だからね、あのこの村の、 あの村入用中じゃないんですけど、例えばところどころにねシミみたいなのがついていて、うん、これなんだろうなと思った村もあったんですよね、はい、でそれでね、あの私ここをペラッとめくってみて、うん、ここにあの、まあめくってみたらですね、このシミになってるところがあの張り紙だってことが分かったんですよ。張り紙で、その張り紙のところは一体なんで張り紙をしてあるんだろうということで、あの前書かれた筆跡と後で書かれた筆跡、前書かれた筆跡はここをめくってみれば分かるので、この中をめくってみれば分かるので、それ調べてみたら全部賄賂なんですよね。賄賂、賄賂の、を渡した事実を隠したり、あるいは賄賂を渡したあの代官の名前を、まあ、隠したり、ちょっと違う名前にしてみたりとか、そういうことをしていた形跡であることが分かりました、うん、それはね、うまい張り紙をしてあるわけですね。なんかシミっぽく見えるんだけど、でもよく見ると張り紙なんですよね。でそのそれは張り紙になったのは、うん、もしかしたら糊か何かが貼ってたから時代が変わった立ってそこに色がついちゃったとか。そうだと思うんですね。昔見たら真っさらで分かんないんじゃないですか。変色したんだと思いますね。ノリはね、やっぱりああいうものがあると色が変わるんでね。水筒状に向いた字体なんですか、お家流は。いや、そんなことはないです、ね、全部ですよね、うん、あだから訴状とか、こういう帳簿とか、そういうのも訴状って訴え書きですね、うん、訴え書きもそうですし、日記をつける普通の文章でもそうですし、こういう帳簿をつける、うんものもそうですし、まあ、あの全部お家流で書くということですね。あのだから皆さんはちょっと皆さんの知識がどれぐらいか分かりませんけども、江戸時代は本当にオールお家流だったと、うん、もうそれでいいんじゃないですか、ね、そうですね。だから村の古文書を見たり、まあ、武家の古文書を見たりしますけど、ほとんど崩し字で書いてありますので、うん、多分中国式の崩し字やったら外国語に見えたかもしれませんね、もしかしたらね、うん、そういう時代だったという、うん、もうこれはそういう時代だったので、うんそう思うしかないんですけど、うん、我々も、もうなんかそうらしいんですよね、うん、これは結構、うん、まあ書道普通にやってる人からすると、うん、あれって思いますよね、違和感が、うん、確かに崩し字をやってるからそうなんだろうと思うんですけど、うん、違う、この崩し字と我々仮名の崩し字が違うというのは、うん、結構深くまで入らないと分からない、うん、気づかないですね、うんうん、平仮名もお家流であるんですか、いい質問ですね。あどうなんだろうね、うん、あんまよく分からないな。平仮名なんだお家流、平仮名を書いたかっていう質問に書いてるでしょ、まあ、平仮名はだから江戸時代の平仮名というのはいろんなタイプがあるんですよね。今でいうところの、変体仮名ってやつですね、はい、変体仮名ね。変体仮名というのはいわゆる、今の五十音を除いた仮名、うんうん、以外を変体仮名と思ってください、はい、うん、だから例えば同じ他、という字でも、はい、あの複数の崩し字があるわけです ね、はい、ありますね。今我々が使っている他というのは、はい、太いという字の崩し字ですね、はい、太いという明らかにそれは分かるだろうと思います、はい、皆さんね。ただ例えば多いという字の崩し字で他、はい、と読ませる仮名もあるわけです、はい、でそれはあの近代になってですね、学校教育ではあの学ばされられることはなかったんですね。太いという字の崩し字だけを、他のひらがなとして学校教育の場で教えると、はい、でそこで正体と変体と2つに分かれてきたんですけれども、はい、そうですね、はい、ですから、今でこそ変体仮名って言いますけれども、はい、江戸時代は正体も変体もない、ね、そうです。当時は多い時にはちょっと僕江戸はどうか分かりませんが、はい、多い時には300ほどひらがながあって、まあ、言葉の音は一緒なんだけど、例えば我々の E とか A でも古いやつあるじゃないですかね、ああいう風にいろんな種類があったんです。これはまず一つベースとして押さえてほしい。であとその1910年だったかな、ひらがなを統一しましょうという動きがありまして、要はひらがな多かったら、
分からんぞと、みんな覚えられんぞと、うん、いわゆる富国強兵の流れの中そういう話があってひらがなを統一していったのではないかと。それが50音ですね。正確に言うと今46音かな、48音が残ってる方と言った方がいいかね。ちょっと豆知識で言うと、実はうんというのがあの50音に入ってないっていうのを私結構最近知りまして、50音の中にうんは入ってないんですって、うん、あ、そうかな、そうらしいですよ、うんうん、は別らしいですね、うんうん、あの新しいフォント作るで、これすぐ商売に結びつけるね。結構興味持ってくれてますよ、お家流に。あ、そうですか、あのお家流に興味が湧いてきました。すいませんね、本当は女の子いるんですけどね、今日おっさんばっかりで、あのだからさ、宇戸吉さんもさ、あのお家流をさ、読んでみるといいですよ、で書いてみるといいですよ、書くのは書けそうですけど読むのは大変ですよ、これ。まず読んで読めて、で読めて書くわけですよ、だからほら江戸時代の人の、字を勉強して、とみんなはあの普段日常はあのそうやって書いてたわけだからさ、それをちょっと自分で再現してみる。でちょっと待って、それは僕に言うのはいいんですけど、自分単に普段書いてるんですか先生は、手帳で、手帳は書いてるんですか、お家流使ってるんですか。いや、お家流っていうほどではないけども、まあ、あのちょっと見せられる範囲ありますか。いや、うん、いいですよ別に、あの こういう感じで ところどころ崩し字になってますね。あ、ちょっと、もうよくわかんないですけど、あ、じゃあちょっとこれ片付けましょう、ちょっとこれ危ないのでね、はい、はい、これで言うと、どこにある？どこにある？例えば、ただや。ああ、ただ、これ見たことあるんじゃないですか、これ。多いと一の崩し字ですね。これは、今でも見えますよね。うん、これどこで見るんだろう？なんで見るんだろう、これ。なんだろうね。なんかで見ますね、これね、街で。これまだ、なんか、蕎麦屋みたいな佇まいをしてるお店にありますね、これね。はい、はい、はい。これは、千葉。ああ、はい、これもそうですか。そうだね。はい、まあこういうふうに、なんかね、ありますね、こういうのは。はい。まあ、あんまり、まあ、僕が忙しいということが分かりましたね。僕こんなスケジュール入ってないですね。あ、見えない。あ、ごめんなさい。あ、よく分かりませんね。はい。ワイプ消してくれ。あ、ワイプを消してくれということね。ちょっとあのもうちょっと見せましょうか。じゃ あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと大きくしましょう。さっきのページ。たたえや、たたえや。これで見えますかね。これで、あ、ごめんなさい。ちょっと大きくします。あの我々は映らなくていいですからね。おお。これちょっと、なんか、うまく。俺の手帳を見せるとは思わなかったな。え、だって人に勧めるからですよ。ね。でも見られちゃいけないものはないはずなんだよな。ないですか？うん。携帯電話を奥さんに見られたら？いや、僕の携帯はね、女房の、番号しか入ってないんだ、はい、これちょっとピントが合いにくいからね、うん、隣が千葉へですよね。これで、これが千葉ね、うん、千葉へ、うん、ただのた、これたね、うん、これたまに見ますね、うん、うんうんうん、この間あの千葉県の、本屋のチェーン店でただやってるのがあるんですけど、そこで古文書講座やったんです。ああ、そうなんですね。それで、はいはい、書いた、はい、じゃあワイプ邪魔なんでね、うんうん、はい、まあということでね、300字あってみんな書き分けてたんですかって書いてありますけど、書き分けてたんですよねこれね、きっとね。で同じ300もあるかな、あ、ピークですよ、ピーク多分、うんうん、200から300はあったと、あったと聞いてます、うん、ごめんなさい、ただ江戸時代には減ってるはずですよ、だいぶ、みんなが書けるようになってるってことは、減らないと書けないですもんね。変態仮名ってそんな数ないんですよ。だって難しい字だったらみんな書けないから、うんうん、結構ね、お家流結構、まあ、昔の文章っていうのはそんな今の文章みたいに複雑じゃないから、使われてる字もねそんな多くないんですよね。それはあれですか、文語と口語が違ったというのも意味あり、影響ありますか。どうだろうな、ちょっとわからないな、まあ、関係ないかもしれないんだけども、そうですね、まあ、文語か口語かというよりかはやっぱりその文章で使われる表現数が少ないですね、やっぱりね。あ、うん、それはあの公文書のいわゆる総論文ね、はいはい、まあ、例えば式典三番の浮世風呂とか、うん、それとはまた話は別なんですけれども、うんうんうん、例えばそうですね、
ご両親様へのお届け書きだとかそういうのを読むと、うんうん、あのそんなね複雑なねあの文字や言葉を使っているわけではないですよね。うん、だからちょっと僕聞いたのは、うん、あの言葉数が増えたっていうのは実は明治国その外国のものが入ってきて日本語にしたからすごい言葉のバリエーションっていうの、あんまりそういうこと考えたことないんだけどそうかもしれないですね。あので私これ知ったのは実はあの中国語に日本語が相当入ってると、うん、でこれ結構中国時代中国、うん、まあ当時シナですけど、うん、シナで揉めたと、うん、あの日本の文字そのまま使うのかよみたいなのがあって、うん、揉めたけども結局日本人が先に西洋の文化を入れて訳して漢字にしたからその漢字をそのまま中国に日本に来てた留学生が持って帰って、そのまましたという話はありますけどね。確かになんか近代以降由来の言葉ってある、まあ、探してみればね例えば勉強とかね。あそうですね勉強って言葉は江戸時代ない。あのあそれもしかして、ね、学問の意味で書道という言葉もね江戸になかったんじゃないかなとちょっと僕はまだねここ疑っております。あの私が読んでる本でもですね書学とかですね修学とかですねちょっと書道という言葉がまだ僕見つけられてないんでその情報ある人はいたら、ね、書の道っていうことですよね。漢字は中国の文化だと思ってましたが日本から逆輸入。あの実はこれ私がちょっと調べてびっくりしたのは中華人民共和国っていう言葉の中の、どれくらい中国人が自分で作った言葉かっていうと実は中華以外は全部日本人が作ったと。もう人民と共和国というのは、うん、当時中国にはないんで、うん、そんな考え方、うん、日本人が西洋のものを呼んで、うん、あこれは人民だと、うん、だからこれ共和国だっていうふうに言葉を作ってそれを持ち帰って作った、うん、いわゆる7文字中5文字が日本語だという話はこれは結構、どこ調べても結構出てきてるので、うん、おそらくそうではないかなと、うん。あ、2つの漢字で作られてるのはそういで熟語というのは結構日本で作られてます。なので、これはねあの日本の方は、自信持っていいと思います。僕も調べて何か、まあ、不都合があったら訂正しますけども、日本語というのはとても優れてる部分はありました。まあ、あの明治以降にね日本語廃止論とかねいう謎の活動が出たり漢字廃止論というのがあったりもしましたけどね、うん、ローマ字表記にしようとかね、ね、なりましたね。ありましたね、実はね、はい、こういう大政策っていう、はいはい、あの要するに不平等条約を改正しようというようなことで、はい、そうなんですね。もうあの頃はみんなね歴史的には不平等条約をいかに撤廃するかということをね、うんうん、まあ歴史的にはずっとみんなやってたわけですよ、うんうん、でちょうどそれが今年ですか、関税自主権撤廃から100周年かな。そうなの1912年だったような気がします。いろんな記念日があるんですね。記念日があるんで今年は結構そのあのなんかそう関税自主権撤廃の年に、うん、TPP に入るってどういうこっちゃみたいな話があって私知ったんですよ。あ、なるほど、はい、TPP っていうのは関税をなくすっていう話なんで、そうですね、はい、そういう話が、ローザはだからローザは最初にお話ししたように、はい、ローザは今日仕事なんです女優さんだから、ありがとうございます私が言うことを言ってくれて、うん、ローザさん今日じゃあもう今日はローザの代わりで僕がローザ役でそうですね、ローザやんみたいな、ね、2回目録画見たら2回目すごい2回目するそんなにやらなくていいやらなくていい、うん、はい、はい、ということでね、はい、あまあなんだかんだと時間持っちゃいましたね、うん、何にも打ち合わせしてないのにね、もう関係ない話ばっかりしてましたけどね、うん、ロザヨン3回目3回目、はいはいはい、まあ、今日サービスがいいようでね、うん、まあ、そんなところで、はい、何か今日出し足りないとかありますか、はい、なんか告知しておいた方がいいとか告知した、うん、告知ね、何かあるかな。あ、じゃあ前も言いましたけれどもあのいつもやってるんですが、はい、小学館集英社プロダクションというところで私、はい、古文書塾寺子屋というのをやっています、はい、これは千代田区立、図書文化館、というところでやっておりますんで、多分、古文書塾寺子屋、寺子屋はひらがなですね、そういうふうに Google で打ち込みますと出てくると思います。で私はそこでですね講座2つ持ってまして、月4日、講座を開いておりますので、はいはい、ぜひ、寺子屋って字がね、ひらがななんですよ。あ、寺子屋ひらがな、ごめんなさい、うん、寺子屋ね、小学館集英社プロダクションですね、
古文書塾、テーラー、コーヤーはひらがなですね。あ、テーラー、いや、やもひらがな。どうだったかちょっと忘れた。あ、絶対こっちでしょ。字面は、字面、字面変だもん、あれ。テラコってなんだよって。何言ってんだ、テラコってってなるんじゃないですか。テラコやね。はい、はい、はい。まあそうですよ、あのまあ今日はね、お家流ということで、これね、書道詳しい方も詳しくない方も勝手に思い込んでる。江戸時代も我々と同じように習字をやってたんだね、手習いをやってたんだと思ってるかもしれませんけど、それは会社のね、会社のね、やってたと思うかもしれません。それは間違いです。あの間違いというか、それを誰も否定しないので勝手に思い込んでますけど、江戸時代は江戸時代の和洋と言われるお家流があの前世というかね、あの政府の、正式書体というふうな表現をする本もありますけども、古文書持っていくと翻訳してくれるか、持ってそれ仕事です。それはちょっと時間かかるんですね。はい、あのでもね、読めあの自分で読んでみて、あんで読めない字があるというのは時々私答えてはいるんですけれども、うん、だからそういうのをあのまた放送で、あの今度はこういうのがあるからちょっと見てくれというのがあったら、あのまあちょっとたまったら先生呼びますわ。先生忙しい、さっきスケジュール帳みたいにもうびっしりですからね、昼間は。夜は空いてるそうなんで、夜空いてしてください。なんだおかしいことだから、捕まるだけで職質されるんですよ。僕はあの警察によく職質されるんですけれどもね、蔵に行ったらいっぱいあるんで、まあ、ぜひね、そういうのはね、あのちょっと、写真なりね、撮ってもらって、あれ、スキャナしても大丈夫ですか？何を？あの、古文書とかよくわかんないですけど。いや、あのね、もし使うんだったら、私がデジタルカメラで撮影しますので、お持ちします。何を？あ、違う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 、あのね、あの見てる人が、蔵にいっぱい、古文書みたいなのあるんですって。あー、そうですか。それはちょっとデジタルカメラの写真でも送ってきていただければ、まあ、大体どういうものかということについて説明することは、なんかで面白いものがあったらもしかしたらあの勝手に行くかもしれませんよ、うん、先生がね、うん、これ金になりそうだと思ったらね、金になるっていうか、ないですか、これ宝の地図みたいあるじゃないですか、あの徳川埋蔵金ででんみたいなの。あ、そうそうそう、あのね、僕ね、あの徳川埋蔵金のありかを示した古文書っていうのを作ったことあるんですね。え、作ったらダメじゃないですか。うん、テレビドラマで。あ、テレビドラマでね。あ、そういうことね、うん、いや、びっくりした、そんなんで、うん、いや、そういう仕事もあるんですよね。古文書、埋蔵金の地図作ります、うん、はい、仕事、うん、だから、まあ、埋蔵金はないんだけれども、ないんですか？ないけれども、ドラマの中であると仮定して、はい、で作る。ないの？それショックだな。なんか民主党の埋蔵金がないぐらいショックだな。僕がだからそれで古文書にね、はい、あの埋蔵金の記述があればさ、はい、俺がスコップをあの持って、言いますか？そんな見つけたら、あのうどいさんだけには教えてあげるよ。でその代わり僕に手伝ってね。え、で出てきたら山分けしよう。いや、わかりました。一人でちょっと待って、ちょっと大変そうだから、ね、それどれぐらい確証を持ってくれる確証出てきたら、ね、出てきたら、ね、ああいう偽物とかあるんですか？ああいうなんか宝の地図って本当にあるんですか？ああいう見たことない。俺埋めたぜここみたいな、あのタイムカプセルみたいなのはどうでもいいですよ、ね、20年後の僕へみたいな手紙入ってて、ね、僕は結婚してますか、いやでも、ね、子供はいますかとか、埋蔵金を乗ってくださいよ、なんかね、掘ろうとかっていうね、あの江戸時代の人の古文書はどっかで読んだことあるんですね。全然乗らないで自分の話ばっかりするんですけど、あの要はあれですね、古文書の地図は、古文書の地図には出会ったことないですね、あの高岸地図には、ね、ないけれども、ね、埋蔵金を掘ろうとした江戸時代の人の記録は読んだことある、はい、だからそれ中に書いてあれば、あのでも掘ろうとして見つかってないでしょ。あ、でも今の現代技術だと掘れるってことですかね。いや、どうだろうね。でもその話自体は嘘かもしれないし、ね、そうですよね、うんうん、そうですよ、うん、本当にネットみたいなもんでしょ、昔の人が適当に書いたんかもしれませんもん、うん、適当に、それがね、古くなってすごいよみたいな、うんうん、今で言う、みんなが言うアスキーアウトがですよ、100年後に、いや古代の象形文字だみたいになってたりするかもしれませんからね、うんうん、もう、あ、言葉はキャッチボールですよ先生、はい、ありがとうございます。あ、僕はキャッチボールしないですね。しないね、うん、しない、もう自由ですね、うんうん、自由です私は、うん、まあということで、フリー、もうなんだかんだとね、もうあの時間いっぱいになりつつありますよ、はい、はい、フリーね、はい、まああとまた先生こちょっと出てくださいね。あ、はいはい、もう喜んで、ま、はいはいはい、今度ローザさんも入れてね、ローザね、もうローザも入れて、うん、ローザは今日なんか、あ、ローザの情報ちょっと言っておきます。もう終わりましたけども、先週の、うん、
アンビリーバボーに彼女はなんかあの主役で出てました。アンビリーバボーって何？アンビリーバボーっていう番組があるんです。私テレビ持ってる。そんな言葉江戸時代ないからさ。ないですよ、うん、で困っちゃうよ、そんな、うん、いやいや、なんでそういうしょうもないことで かかるんだ。僕テレビないから分かんないですよそれ。まあまあなんか信じられない出来事的なの、うん、あのテレビがあったんですよ。それの主役でローザー出てますので、うん、すごいじゃないですかね、うん、あの人は。あれ、あの、あれすごいですよ、あの人。あの人、あの、喋らなければ結構すごいですよ。喋ったらダメ。喋ったらなんか変な関西弁でね、なんか、なんか本当に、うんうん、あ、気づいた人いました？あれ、ローザーなんですね。なんか撮影行ってましたよ。今日もなんか撮影推しで結局も来れないっていうことだったので、でもいいことじゃないですか、仕事があるんだから。そうですよ、ね、いいことですよ。ここノーギャラだからね。ノーギャラですからね。ギャラ出るところ行った方がいいですよ。そう、うん、テレビに出るかね、知名度があるやつね、うん、僕にあのヒリング増えるぐらいですから、ここに出てもね、うん、まあそんなところで皆さんたまにアンビリバボー出てるのでね、うん、あの見てください。私のまあ Facebook とか Twitter でたまに告あの私も拡散はしてますけどね、はい、パートナーなので、はいはい、まあそんなところで、はい、ちょっと男2人で申し訳なかったですけどね、うん、あのローザーよ、うん、はい、いや4回目ね、はい、それなんか気に入ったんですか、それ、うん、気に入ったんですか、うん、ちょっと気に入った。ぜひローザーにちょっとあのちょっとやらせますよ今度、はい、はい、うん、あのちなみにローザーはひらがなですね、はい、ローザってひらがな、ローに棒にザーですね。あ、そうなんだ。そう、あれひらがなんです。なんでか知らないですけど、ひらがなにするとか言って、私ひらがながいいって言って、よくわからんですね。まあ、あの子、なんだかんだ UCLA 卒業ですから。UCLA って何？頭いいの？頭いいらしいですよ。だってカリフォルニアの方で国立で、難易度は難関でしたよ。あ、そうなんだ。そう、なんかスポーツバカみたいなイメージがありましたけど、頭いいらしいですよ。そんなことない。なんかすごいらしいですよ。あ、そうですか。ということでね、はい、長い間ありがとうございました。今日も投稿していただいた方、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。で、皆さん、今日は初見の方も結構いるかもしれません。トータルで、まあ、90人ぐらい見てくれてますけども。そんなにいたんですか？トータルでですね。はい。まあ、それがいてくれて、本当にありがとうございます。ありがとうございました。まあ、今後もね、また先生出てもらいます。はいはいはい、で、来月の放送日、7月の30日。はい、あ、初見ですが面白かったです。ありがとうございます。いや、いるんですよこういう人が。あ、変な人多いんですね。変な人が、うん、本当に、うん、まあね、みんながこう人気出てきたらね、オフ会とかやったらいいんですよ、うん、あ、いいですね、セミナー会で、うんうん、そうそう、お家流だなんだ、うん、わけわからんのがいっぱい来て、うん、いいじゃないですかね、え、うん、本当にそんなことができたらいいなと思います、はい、まあ、今日初めてニコニコ動画、うん、ね、ニコニコチャンネルとして初めての公式放送でしたが、いかがでしたでしょうか、うん、はい、来月は7月の30日、20時から、同じ時刻で、やりたいと、思います。ということで皆さん、お疲れ様でした、はい、また来月よろしくお願いします。はい、はい。